あの、まあ、僕の若い頃はですねまだ声優さんのお仕事っていうとアニメーションだったりあとその映画の吹き替えだったりっていうのが主なお仕事だったんですねただ僕が初めてこう日本のゲームでプレイしてた時にゲームから声が出てきたんですよでその 瞬間も今でも覚えてるんですけども衝撃が走ってゲームから声が出るような時代になったんだっていうことで声優さんはあのアニメーションとかそのテレビだけでなくってゲームだったりとかその他こういろんなところで活躍できるお仕事なんだっていうことが分かった時にあ声優さんって面白いお仕事だなっていうふうに思ったのがまず声優さんっていうお仕事に対してのこう思いが芽生えたきっかけですねうん <music> 日本に来た時がやっぱり一番大変だったかな、このね、テレビをご覧の皆さんも中国の方だったりとか、まあ、日本以外の方が見ているとは思うんですけれども、僕もドイツで育ったので、日本語がやっぱまだ不自由だったんですね、日本に来た時18歳の時にで やっぱり他の日本の人たちと会話をするときにも日本語の間違いだったりとかアクセントイントネーションの間違いだったりとかいろいろあってその一つ一つの日本語を勉強するっていうのが一番大変だったかなただその日本語を勉強するには何が一番大切かっていうのがとにかく人と喋ること人と会話をして。 いろんなことを指摘してもらって間違ってたらすぐに間違ってるっていうことを教えてもらったりだったりとかとにかく自分から話しかける話しかける話しかけるっていうことで日本語を勉強するっていうのを僕は学びましたねうん <music> 1213年前ですねもう声優のお仕事って で皆さん、結構やっぱりアニメーションの声をやったりとかお芝居をしたりっていうイメージが強いかもしれないですけども僕が初めてプロとしてお仕事をしたのは日本にある大きなラジオ局で文化放送っていうラジオ局があるんですけどもその文化放送でラジオの番組を18歳で持たせていただいたんですね、それが初めてのお仕事だったんですけれども。 あれって声優さんってお芝居をすればいいお仕事じゃないんだって声優さん今はラジオもできなきゃいけないんだナレーションだったりとかもできなきゃいけないんだっていうのが僕の一番最初の声優さんのお仕事やった時の印象なんですけれどもとにかくマルチでお仕事の,そのジャンルを増やしていかなきゃいけないっていうのが声優さんの今の実態なのでまあ一番最初がラジオっていうのは僕の中でもすごい誇りに思っていますし うーんお芝居だけじゃないっていうことを教えてもらえたのもラジオだしラジオを聴いてくれているお客さんたちも本当に世界でいろんなところで聞いてくれてるっていうのが実感できたのもラジオだったのでいまだにラジオっていうお仕事は僕はすごい大切にしている一つのジャンルですね。はい 声優以外のお仕事を、まあ、今では十何年もねやってしまっているんで、声優以外のお仕事、なかなか考えにくいところではあるんですけれども、ただ、もし声優をやっていなかったとしたら、僕はきっと、まあ、父親が教師だっていうのもあるんですけれど、僕自身も教育者になっていたんじゃないかなって思いますし、教育者といっても、多分もともと社会実習だったりとかで、 1> 1年間幼稚園で働いてたっていうのもあるので多分幼稚園の先生になっていたかなって思いますね <laughs> え食べ物そうですね昨日新鮮についてあのー、まあ美味しいお酒だったりとか食事をですねたらしく食べさせていただいたんですけれどもやっぱり こちらは鶏の料理がやっぱ多いなっていうふうに思いましたしあと何を食べても美味しいうーん日本ではない味付けっていうのはやっぱ来た中国に来たっていう気持ちにもなりますし何よりもが辛いのが好きだったりするんであの,あの唐辛子がいっぱい入ってるあのにお肉の料理あれ調べてあれがすごい。 美味しかったですね。あとはあの、チンタオビールが非常にあの美味しくって昨日何本飲んだのか覚えていません。<laughs> <laughs> 普段、最近は料理し、しなくなったなぁ。時間がね、時間がどうしても ないいっていうのももあるんですけれども昔はね結構料理しました特に皆さん分かるかな日本ではですねあの豚肉だったりとかをこう揚げるのがトンカツっていうんですけどもトンカツ料理揚げ物が僕結構好きで自分で家であの作って食べたりとか あとはまあパスタ系だったりとかが一番簡単に作れるんで好きだったりとかするんですけども、いかんせん、最近では、全然作る時間がないんで、あの、主に体作りで、作りで、プロテイン飲んでます。 いつからですかまあ、親のまだお腹にいた頃から歌は歌っていたんじゃないのかなと。あの、<laughs> <laughs> ここら辺がちょっとちょけ始めましたけど、あのー、でも実際、ノイジーですね、ノイジーで、ね、<laughs> あのー、実際は、もう子供の頃から僕はドイツにいたっていうのもあるんですけど、 あのー、両親が日本人なので、家でも車の中でも、両親が好きな日本の j p o p だったりとか、j p o p って言っていいのかな、当時の楽曲って。やっぱ日本の曲をね、しょっちゅう流してて、それを子供ながらに聞いてて、あのー、日本の曲ってすごいいいなとか、こう、日本にそんなに長く住んだことがないのに、日本へのその懐かしさを感じる。 っっていうのはやっぱ親がずっと聴かせてくれた日本の楽曲っていうのもありますしあとはやっぱ洋楽もたくさん聴かせられましたし、まあ、ドイツ人の友達ばっかだったんでやっぱりこうヨーロッパの楽曲アメリカの楽曲だったりとかっていうのはすごい子供の頃からうん親しんできたのって 音楽は僕の中では結構近いところにありましたねあのドイツヨーロッパ全土なんですけどもあのあれオペラだったりとか、うん、オーケストラだったりとかが非常にこう盛んな国でもあるのでやっぱそういうのに、うん、触れ合う機会というのが多かったのですごい恵まれた環境で育ったなって思いますね。<music> もともとドイツにいた頃からサッカーだったりとか、まあ、ハンドボールだったりとかあと馴染みがないかな皆さんあの僕アイスホッケーとかやってたんであのそういう,なんだろう団体競技っていうのが僕は好きですねで今は あのー、弱虫ペダルっていう作品だったりとかであの自転車競技っていうのが非常にブームになっていますけども僕自身も東堂甚八という役を演じたことによって、あのー、自転車に興味を持ち始めて甚、えーまあ、八と同じモデルの自転車を買ってで日々時間があればあと雨さえ降らなければ家から仕事現場ともう東京都内ずっと。 1> と、一日30キロ、40キロぐらい自転車で移動したりとかして、あの、楽しんでいますね。はい。いいでしょう。PPTV ドーマンをご覧の皆様、どうも。柿原哲也です。えー、中国の皆さん、こんにちは。ミーはお。えー、チちはね。えー、というわけで、柿谷哲也。 再び中国に来ることができました。本当にあのー、光栄に思っております。あのいつもいつも中国の皆様にはですね、イベント会場だったりとかで温かく、えー、見守っていただいておりますし、あの本当に温かい声援をですねいつもあのー、送っていただいて本当にありがたいと思っております。こんなにこう海を越えてもね、日本のアニメーションだったりとか、僕ら声優だったりとか。 あの、柿谷哲也のことももちろんそうなんですけれども、応援してくださっている方がこんなにたくさんいるということを、中国に来るたんびに感じることができるので、あの、何回でも足を運んで皆様に、えー、お会いしにまた来たいなと思っておりますので、ぜひ今後とも柿谷哲也並びに日本のアニメーション街、えー、世界のアニメーションとして、どん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 広げていきたいなと思っておりますので、えー、応援のほどよろしくお願いします。というわけで以上、柿谷哲也でした。 请您关注我们的新浪微博 “PPTV 动漫”，随时了解我们的最新动态哦。